長宗康氏は中華民国の技術官僚、政治家。道路建設を専門とするテクノクラートであり、中華人民共和国でも民主党派の要人となった。字は発女。1914年、チャンスー勝率第三中学に入学し、同中学卒業後の1918年に南洋工学土木工程系へ進学している。同大学卒業後は中国各地で、 道路事業に従事し、1929年春に国民政府交通部で局長職を得た。翌1930年、国民政府鉄道部の推薦により、アメリカへ留学し、コーネル大学で研究に従事している。1931年夏に、長祖安氏は帰国し、鉄道部公務所で引き続き道路工事事業に携わる。翌1932年に、 全国経済建設委員会が設立されると、その内部機関である、航路所で副所長となった。1935年5月、交通部西北航路総局副局長に任ぜられ、後に西南航路総局局長に昇進している。日中戦争勃発後も引き続き道路建設事業に従事し、1938年1月、 交通部航路総管理所所長に抜擢された。戦時中の長祖安氏は3、西航路の建設、修築において特に活躍が顕著であり、これら道路はソビエト連邦との連携確率の上でも重要な役割を果たした。また、ビルマ航路の建設でも主導的役割を果たしている。1944年7月、交通部航路総局副局長となり、 翌1945年2月には交通部顧問に移った。戦後の8月に上海市公務局局長として派遣され、正式な任命のないまま業務を開始する。翌1946年、ビルマ公路建設の功績により、アメリカ大統領のハリー、S ・エストルーマンから大統領自由勲章を授与された。1947年10月、ようやく正式に、 上海市公務局局長として任命された。国境内戦末期になると、長鮮康氏は中国国民党を見限り、中国共産党へ接近して、連携を確立し始める。1949年5月5日に、陳良が上海市長に就任したが、わずか12日で辞任、同月24日になって、上海市政府の官僚から指示を受ける形で、 朝はすでに共産党との連携を進めており、損害を拡大させないよう事後処理を行うことに専念した。5月27日、国民党側の抵抗は小規模なものに止まり、上海はほとんど損害なく、中国人民解放軍の側に渡った。中華人民共和国でも、朝蘇安氏は、抗軍を受け、上海市では、公務局局長、ただしが建設管理局局長、 市政建設委員会主任、副市長、中国人民政治協商会議、上海市委員会副主席、市人民代表大会常務委員会副主任といった要職を歴任している。また、中国国民党革命委員会にも加入し、上海市主任委員、第3.4期中央委員、第5.6期中央副主席、第7期名誉副主席を務めた。 全国人民代表大会でも第2.35.6期に代表に選出されている。1995年1月19日、上海市にて死去。去年96。ありがとうございます。